はい、皆さんこんばんは。またしてもグダグダトークになると思います。最初に断っておきます。グダグダになって見る価値もなかったみたいな、俺の20分返せなんて言われてもしょうがないので先に謝っておきます。今回もグダグダトークになります。エンドリングがあと1時間20分あります。早く寝たいですっていうか、寝る前にこれ終わった後でこのサンダースに出すためにこれをアップロードしたりして登録しなきゃいけないんですよね。だからレンダリングが終わってもすぐ寝れないです。今日までなので。サンダース国際映画祭って皆さんご存知ですかね。世界一のインディー映画祭っていうことで、今回作った映画もそこに出してみようかなとは思ってます。まあ映画関係の登竜門みたいなところもあるんですが、まあそんなに今回の映画は劇的になんかこうおっていうあれはないので、普通のストーリーで作ってますので、どこまで評価されるか分かんないですし、今まではねサンダンスも含めて英語でやってたんですけど、今回は完璧に日本語で英語の字幕などが出て、それも含めてどうかなっていう、今過去の先ほど評価が出るのかどうかはちょっとまあ分からないんですけども、まあとりあえず出しておこうかなと思ってます。他にもねいろんな映画祭には出していこうかなと思ってます。まあ、半分趣味で半分実益になればいいかなぐらいの勢いでノリで作ってるんですけど、意外と海外の映画祭でもね賞は取ったりしてるんですよ。実は今回の映画もまあ評価する、まあ、海外の映画祭で評価するというのはたくさんの人に見てもらえればいいかなと思ってますので、まあ、皆さんこの動画見てる方よかったら見てもらえると嬉しいかなと思います。コメントでとかで、ね、あれよりもこの映画見てくれるのかな、僕としてはちょっと嬉しいかなと思ってます。しまった、無駄な話をしたから何を話をしようとしたのか忘れちゃった。いつもは結構結論考えてこういうことを言おうって話してから動画撮ってるんですけど、今日はとりあえず何も考えずにスタートしちゃってるので、ね、だら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 話しちゃうかもしれません。しかもだらだら話すから長くなるんですけどねそう思いました。今日はね、今日はというかさっきも話したばっかりですけど、今回は他流を学ぶ意義って何があるんだろうってちょっと話してみようかなと思います。要はストイックに一つの流派だけ学ぶパターンと、ある程度いろんな武道を学ぶパターンと、最終的にどっちがいいんでしょうね、どっちがいいんだろうってちょっと思ってますね。結構ね合気道家でもやっぱ他流の技を研究したりするっていうのは、多いですし、ね純正培養というんですかね、それしかやってないっていう人もいますし、どっちがいいんだろうっていつも思っちゃいますね。そもそもね、例えば合気道で言えば開祖はね大統領をはじめいろんなのを学んで、それを複合して大気道ってものを作ってるわけですから、ファウンダー自身はいろんなことやってるわけですよね。まあそんな中で自分がベストというものを最終的にやってるので、もうベストって決めて作ってくれてるんだから、それを学べばいいっていうふうに考えるべきなのか、でも海外層もやっぱりいろんなのやったんだから、いろんなのやった上でなんでそういうふうに落ち着いたか知るっていう方がいいのか、どっちなんでしょうね本当に。わかんないですよね。答えなんかあんのかなって感じもするんですけど、僕はね合気道に関しては自分の習った合気道以外は基本的にはやってないですし、他のはあんまり興味ないです。だから合気道として他のところに習いに行くっていうことは特にしなくていいかなと思ってます。セラールが作ったはやっぱり完成度が高いし、突き詰めていけばどん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 やればやるほど奥が深くなっていくっていう側面があるので、まあそこでね今度自分なりにコンバートしていって、自分の中でベストって思う形で変えていけばいいかなっていう感じではあるので、基本的にはあんまり
合気道を他でまた習いに行くとかは興味ないですが、ただ昔の人のね先生の動画はたまに見てインスピレーションを感じたりしてることもありますし、この間話した木下先生とかの動画をちょっと見たりして、あこういうのもありかななんていうのは思ってます。特にね最近というか本当にすごい最近なんですけど、ここ数回っていうレベルの最近なんですけど、セガハラの技は激しいのと受け身に高いレベルを求められすぎちゃうので、なかなかそれを技として見せれるようになるのに難しいってところがあるんですよね。受け身も技も両方高いレベルになってからじゃないと人に見せられないっていうのがあるんですけど、もう少しね、だから投げ技もねシンプルなのが多くて高い受け身のレベルを要求されちゃうっていうのがあるんですけど、もうちょっと女の子同士がかけてうまく綺麗に投げれる技をいくつかちょっと取り入れていこうかなと思ってます。前回の話のじゃないんですけども、若い特に女の子がやってできるようになって嬉しいって思うような技も少しちょっと取り入れていくためにちょっと作っていこうかなと思って、いくつか本来やらない技を改良して見た目だけ派手になるっていうのをちょっと作ってます。特にねセガールがやるから派手なんですけど、セガールがやらないとあまり派手じゃないんで、でも少しぐらい見た目派手なやつやってもいいかなと思ってます。でそれをちょっと今少しずつ作っていこうと思ってます。特に女性向けで、女性同士がこう軽く動画撮ってそれをアップして見せたくなるような技をいくつか作っていくのもありかななんて思ってます。でね、で他流のとじゃあ他の技を組み入れるときとかに、じゃ他流の技とかを覚えるのはどうしたもんかなっていうのもありますよね。持田誠二のね、この間話した持田誠二が50年かかるっていうふうに話してましたけど、やっぱ基礎的な動きを本当に体が身につけるようになるのには50年ぐらいかかって、50年は大げさかもしれないですけども、まあ、それ相当の10年20年っていう単位でやらないと技として体に身につかないっていうのは、まあ、それはそれで事実ですし、その間にあっちこっち浮気したりしたらやっぱり神髄に行き着かないっていうところ側面もあると思うんですけど、じゃあ逆に言うと20年ぐらいやって一通り体がその技を覚えたって思った段階で自分の中で完成度を上げようと思ったら、他流を学びに行くっていうのはそれはそれでありじゃないかなとは思ってます。僕の場合は合気道に関しては合気道に足りない部分がちょうど岡本先生が補ってくれてるので、こと柔術的なことに関しては特に他流から今更学ぼうっていうのはあんまないんですけど、でもね、居合は居合と剣術両方習ってますし、これはもう全然畑が違いますから新鮮な気持ちでやってます。まああまりにも違いすぎてかなりバッティングしてるんで苦労するところもあるんですけど、まあそのバッティングも含めて稽古かなと思ってます。まあ、真剣抜いたりね、剣術やったり、まあ合気道とか柔術やってる中でも剣の利合いなんて言うこともあるので、剣はやってるのもありかなっていうのと、まあ今後海外でやるときにね、体術だけじゃなくて、剣術もあると、それなりに人引きつけていいかななんて思うんですけど。うちの道場はね、結構、まあそういう結構、他で何十年もやってた、人が、新たにちょっと合気道や、合気の技を覚えたいっていう風に持ってきてくれてる方も結構多いですね、うん、合気道でもぶっちゃけな話面白くってね、僕ほら初段取った後に日本に帰ってきて、その後別にいわゆるザ合気会のあれには所属してないし、で自分で ご近所さんに教えてるって形でスタートやってるので、合気道の代って別に初段しかないんですよ。僕だけ取ってるだけなんですよ。まあ松岡先生に言わせると合気道なんて別にね初段でも五段でも七段でも変わらないんだよね、どうせ袴履くって意味で同じなんだからなんて言ってましたけど、
まあそれに段位はともかくとしてもう20年やってますから、それなりのものにはなってると思うんですけど、なんで、まあ、とにかく初段なんですよ、大気火炎のあれは。まあ安倍先生からもらってるってあたりは結構あれなんですけど、でお弟子さんがですね、僕合気道やってるお弟子さんほとんど全員が僕より段位高いんですよ。なんかそれもそれで面白いなって思いますけどね。4段3段とか、あの皆さん高段位なんですよね。それも1人や2人じゃなくて結構な数がいます。あのそれもいろんな合気会だけじゃなくって、養心館何段とかっていう人もいますし、心身統一で何段っていう人もいますし、それうち来て初段で白帯締めてやってるっていうのもなんか不思議だななんて思いながらやってます。まあ合気道と合気合わせてのうちのとあれなのと、厳密にはね形式上合気道になってますけど、あの厳密にはもう進行武道なんで、それは進行武道として習う以上は白帯締めてくるのは別にいいんですけど、まあ皆さん結構大変なんじゃないですかね。同じので流派違うと勝手変わるんで、なかなか癖が抜けないから大変だと思いますけど、うん、あとね少林寺拳法の六段の師範でやってる人とか、あの極真空手やってる人も何人か来てますね。伝統空手の人も来てますな。あとは日本拳法の師範とか来てます。別に弟子自慢してるわけじゃなくってあの皆さんそれぞれさっき言ったみたいにある程度極めたので他のもやってみようみたいな形であの来てる人が多いんですけど、まあ、だからそういった人たちにね、なんかそういわゆるその何十年もこれっていう筋の入った武道をやってきた人が学びたいって思って、それで学びに来てくれるようなものが提供できればいいかなって思っていつも考えて練習してますけど、あとね厳密には道場の弟子ではないんですけども、医療関係の人なんかでは今度八極拳の大柳先生のところでしっかりと修行されてる方も何名か入ってますし、まあいろんな武道をやってる人が入ってますよね。まあ皆さんそれぞれ合気だったり合気道だったりでやってるんですけど、まあ何でしょう、その自分のコアな武道があって補足でいろんな他流を学びに行くっていうのはやっぱりいいんですよね。僕もだからそのさっき言った居合以外でも打撃なんかはまあそのたまたまそういう出会いがあったので、八極拳っていうものを見た時に、ああすごい自分の理想としてる打撃だなこれだななんて思って動画見たりしてちょっと研究はしてます。習いに行ってもいいんですが、そこまでの時間が今もう取れないので、まあ、自分の中で研究してやってます。まあ教えてもらうっていうことはちょっと筋違いなのでできないんですが、まあそれでもね簡単なアドバイスぐらいはしてくれるので、それくらいで、まあ、今の僕には十分かなと思います。できればね柔術としての合気道、まあ合気は合気としか言いようがないですけどで合気があって、武器術はまあ剣術居合を覚えて、で打撃当て身に関しては八極拳の要素を取り入れた新しいのができればいいかなと思って、そういった意味ではね自分の中でもほら合気道ね柔術系の技はやっぱ打撃ってそんなに重きを置いてないので、それなりに自分でかなり研究はしてなるべく威力のあるものを作ってはいるんですけど、まあ、それでもやっぱそれ専門でやってるわけじゃないので、ね、で基本受け身主体の武道ですから受け身ってその殴って倒すみたいなことをあんまり考えないんですけども、でも戦闘の選択肢として打撃もちゃんとある上で戦いの構成を組むっていうのは結構大事かなって思います。ここ当てようと思えば当てれるっていう、この隙では当て身を打つっていう選択肢があった上で柔術
もまたは愛機っていうものに行けるっていうのもありかなと思うので、打撃は打撃でね、少しでも完成度を高めたいかなと思う。そういった意味ではやっぱり並ぶっていうのも大事なのかな。一つの流派で完璧に完成してるってものはない、多分ないですからね。ですからそう思うといろんなのやるのもありなのかなと思います。まあ習いに行くタイミングですよね。やっぱ一つコアになる武道を、まあ、20年ぐらいは最低でもやってから体力を学びに行くのがいいんじゃないかなって気はします。じゃないとね、コアがブレちゃったらもう全部ブレちゃうし、あの一頭大物はじゃないですけど、他のはいろいろ初期段階でやってたらなんか本当に 何もかもが中途半端ってことになっちゃうと思いますから、まあ、本当中途半端じゃないもの1個作ってから習いに行くのがいいのかなと思います。そういった意味でうちに来てる人も そうですし、僕自身もそうあればいいかなと思うんですけども、お金、まあ例えば打撃で補足するんだったらいろいろ、例えば相性、どういう相性になるか分かんないですけどね、合気道とボクシングの組み合わせとかやる人がいたら面白いと思うんですけどね、まあ、逆言うと合気道をやっててボクシング行くって人はあんまりいないかもしれないですけど、ボクシングをやっていて合気道に、あ、そういうお弟子さんもいたな一人ボクシングをやっていてで合気道に来るっていうのは面白いかもしれないですね。柔道と合気道の組み合わせ、これもなんかありなのかなって思います。なんで来ないんだって感じで、なんで合気使うやつがいないんだって言いますけど、そんなすぐ覚えられないですからね。少なくとも学生レベルでやるのはちょっと無理なんでね、やっぱり最低でも10年単位のあれなので、皆さんね、この動画見て合気っていうものに興味あるから見に来てると思うんですけども、コアの武道があってそれで合気やろうとしてるのかなと。それでも特に武道はやってない、もしくはまだやっても初心者ですっていう状態でこの動画見て合気とか興味持ってるのかなとか、まあいろいろコメント読むと、そういうのが垣間見れるところもあるんですけども、まあ、コメント書いてくれてる人なんてほんの一部ですからね、実際それ以外の人がどう思ってるのかななんて思いながらあれですけど、ずいぶん昔に面白いコメントありましたけどね、なんか触れ合いけどボール使った合気道の時にお前らのレベルは養心館2級レベルだみたいなふうに書いてた人がいましたね、うん、返事が多かったか受賞迷ったけど、まああんまりアホなコメントには返事書いてもしょうがないんであれですけど、養心館2級レベルだそうですよ。じゃあみんな俺の動画来ないで、俺養心館行けよって感じなんですけどそもそもじゃあ養心館、少なくとも養心館有段者が数名いますからね、何習ってたんだっていう感じですよね。そうなっちゃう、逆に皮肉になるんですけどって感じですけど、そもそも養心館で触れ合いやってるのか見たことないですって感じですけどね。別に養心館否定してるわけじゃないですよ。多分その人、そんな人にそういう風に言われちゃってる方が養心館が迷惑なんじゃないかなと思います。養心館、養心館でちゃんとした武道なんですので、その養心館を勝手に引き合いに出して人のことバカにするっていうのは、それはやっぱ養心館の方がいい迷惑ですよね。はっきり言って前に語られたくないみたいな感じはあるんじゃないかなと思いますけど、まあ皆さんね、いろいろ、まあ、1本目作ってる人、1本目のコアを作ってる人は、まあそれは僕としてもまず浮気する前に集中してからの方がいいと思います。タリーやるのは悪くないと思うんですけど、やっぱ人に、僕の場合だったら人に合気道はやってます、合気道は使えますって言えるようになってから、他のやるのがいいんじゃないかななんて思って、他のやるのは結構いいんじゃないかなやっぱりっていう気もしますね。僕はほらアメリカにいたんで、アメリカにいた時に、アメリカに行く前には結構日本のことよく知らなかったし、日本っていうものを客観的に見る機会は日本にいたら当然ないですからあれなんですけど、アメリカに行って客観的に日本っていうものを見て、日本人っていうものを見て、でやっぱね説明求められたりとか、
日本について話さなきゃいけないとかっていう風になってきた時に、改めて日本のことを勉強したりとか、あの日本のことをもっと知ろうっていう、自分日本人なのに日本のことあんまり説明できないなみたいになって、まあ、恥ずかしいとまでは言わないんですけど、自分の存在そのものの一つのアイデンティティですよね。自分のアイデンティティがうまく説明できないのっていうのはなんかどうかなって思って、結構海外に行ってから初めて改めて、あ、日本ってやっぱり素晴らしい国なんだなっていう、日本人で生まれてよかったなって思う、本当に思うようになった。海外に行っちゃったからっていうのもあるので、結構その自分の一つの流派の武道にいて固執して考えじゃなくて、他の武道のとこ行って客観的に武道を見てみると、いろいろいい側面悪い側面が見えてきて、それはそれでいいんじゃないかなと思います。あ、これが最強だと思ってやってみたけど、全然違う武道やってみたら意外とこういうところでは隙があるなとか、舐めてたけどこっちはこっちですごいなって思った時に、じゃあこういうで、そのね、違うのになってるところの先生がすごかった場合に、この先生相手に自分の流派ではどう戦うんだろう、自分のコアになってる武道ではどう戦うんだろうとか考えるきっかけにもなると思うんで、まあ意外と、まあ、僕の中ではタリを学びに行くのは結構いいんじゃないかなと思います。意外と綺麗にまとまったな。